皆さんこんにちは、彦根市長です。新型コロナウイルス感染症の陽性者が2020年1月15日に国内で初めて確認されて2年が経過しました。これまでの日常生活が大きく変化し、市民の皆様には大変なご不便とご苦労をおかけしております。また長期にわたりご協力いただき誠にありがとうございます。昨年8月にはデルタ株が猛威を振るい、新規感染者数が急増し、県内の病床使用率も 85% を超えるなどの危機的な状況となっておりましたが、皆様のご協力やワクチン接種などにより感染者数は一旦落ち着いたように思いました。しかしながら今年に入り爆発的に新規感染者数が増え、1月13日には県内287名、市内26名の新規感染者数が確認され、どちらも1日あたりの新規感染者数としては過去最高となりました。政府は急激な感染拡大を受け、1月9日から広島県、山口県、沖縄県をまん延防止等重点措置を実施すべき区域に指定し、滋賀県においても1月7日から滋賀県のコロナとの付き合い方滋賀プランレベル2に引き上げ、警戒を強めています。新たな変異株であるオミクロン株の感染者数も増えてきており、現状において重症化するリスクや感染力の強さなど詳しいことが判明しておりませんが、これまで以上の感染対策を講じていく必要がございます。市民の皆さんにおかれましてもご不便をおかけいたしますが、一人一人の警戒レベルを上げていただき、さらに感染が拡大しないよう全市一丸となって対策を徹底してまいりましょう。最後になりますが、この長引くコロナ禍にうんざりしている方々も多いと思います。しかし一人一人が今一度家族や地域を守るため、感染防止対策を徹底することで、コロナ禍の収束が近づくという意識を持って行動することが大切です。重ね重ねのお願いになりますが、引き続き皆様のご協力をよろしくお願いします。